はい、 FM ギノワンお聞きの皆さん、こんばんは。毎週木曜日夕方7時からお送りしておりますインパルスレディオ、今週もよろしくお願いいたします。はい、お送りしますのはギノワン商工会青年部部長の新垣雄一です。よろしくお願いします。今日はですね、早速ですけどもゲストをお呼びしております。僕と同期の、同学年、同い年で青年部歴はだいぶ先輩の有限会社リュウショウの代表、中村太一さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。太一さん、太一さんラジオ初めてですか？昔先輩のラジオに出たことあるけど、ピッピのと前森さんの、はいはいはい、あとトミーさんとやってた、そうそうそう、あれも F、 あれは違うですか？うん、違うところ。あ、でもコミュニティラジオとかは前出たんだね。そう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 。あ、はいはい、よろしくお願いします。まあ、この番組はですね、インパルスレディオといって、まあ、青年部、商工会青年部がお送りする青年部活動の内容だったり、あと同世代の経営者に向けてこういったことやってますよ、こういう仲間募集してますよっていうのを広く認知してもらうために放送しております。 なので今日はちょっと太一さんの、気持ちとか考えを深掘りしてきたらなと思って、今日はお送りしたいと思いますが、まずは恒例のインパルスニュースからお伝えいたします。はい、今週のインパルスニュースですが、先月もお伝えしたんですけど、6月10日がですね、商工会の日ということで、商工会法が制定された日で、この日の前後にですね、全国一斉に全国各地の商工会がこの PR 活動を行うんですね。清掃活動だったり、それで我々岐南商工会青年部も掃除クリーン活動を行いました。これがですね、去った日曜日にですね、NPO 法人の普天間門前町規制会さんが主催してますね、クリーン普天間クリーン作戦というか、作業っていう清掃活動ですね、毎月第2日曜日に、近所の普天間宮周辺の通り会と、あと自治会の皆さんで、この前は、小座新金の普天間支店の皆さんも一緒に参加して、でさらに海兵隊の、関係者、現役の 兵隊さんですかね、30名余り来てですね、総勢50名近くのメンバーで普天間宮周辺の清掃活動をしたんですけども、まあ汚い、こんなこと言いたくないけども、僕の住んでる生まれ育った町ですけども、吸い殻がめちゃくちゃ多いで、僕なんかが掃除したコースが椅子の木通りから、すずらん通りだったんですけど、はいはい、ちょっとね、吸い殻がめちゃくちゃ多かったですね。あの辺って日曜日だしね、土曜日週末の後の日曜日だし、そう信じられないゴミもいっぱいあって、酔っ払いがもうねまあ夜ね、飲食店が栄えてみんなでこう盛り上がるのはいいことなんですけど、やっぱね、ちょっとこう掃除というか美しく保つためにもね、みんなの意識というか、そういったのも大事だなと。ただもしかも向こうの地域って路地1本入ればもう住宅街ですからね。住宅街ですね。生活してる人からしたらもうたまんないですよ。でも吸い殻もね、意外と落ちてそうなところは意外と落ちてなかったりするし、うん、こんなところにこんなゴミがみたいなのもいっぱいあって、まあ、地域の人が掃除はしてるんじゃない？そうで、椅子の木通りなんてちょっとね、これ偏見かもしれないけど、ちょっと覚悟してたんですよ。信じられない量があるだろうなって。結局意外と綺麗で、やっぱり商店街ということで、まあ、地域の人だったり商業やってる方たちが皆さん普段から綺麗に意識づけされてやってるんだなと。ただね、その帰ってくる時の途中の中のなんて住宅街の道路とかはね、意外と食べ残しのものだったり、信じられないものがいっぱいあって、歩きながら食べて、そうそのポイッと捨ててるんだろうね。まあね、だからそれを毎月やってるこの NPO の普天間門前町規制会の皆さんにもあれなんですけども、けどね、やった後はやっぱ充実感もあったし、で海兵隊の皆さんとも一緒にニコニコワーワーしながらできたんで、まあ、これも今後続けていけたらなと思うんですけども、ぜひですね、毎月第2日曜日普天間宮スタートしてやってますので、興味ある方はぜひ、参加してみてはいかがでしょうか。
ゴミ拾いすると自分の心が綺麗になってくるから、ね、ああいいね。僕らも会社で毎朝朝礼した後、あの会社の周りをみんなで、うん、あの毎朝やってるわけ掃除、うん、そしたらまあ少なくはなる、みんな見てるんだはず、うん、ああ優勝がスタッフがやってるからつって捨てないんだはず、あの会社周辺、そうそうそう、で最近工事したから多分工事の現場の人たちが入れ替わり立ち替わり入ってくるからゴミはちょっと多くなってたけど、はいはいはい、その前までは工事入る前までは結構あのゴミは少なくなっていた、うん、まあ綺麗にしたらあのゴミ増えないもんね、増えない、あの観光立県とかって言ってるけども、なんだろう、シンガポールとか空いたところってもう徹底されてるじゃんね、うん、もうゴミガム食べてもダメなんでしょうね、そうなの、うん、そう罰せられるの、そんなの初めて聞いたけど、うん、ほんとほんと、だからそれぐらい徹底してるっていうのも、まあ、ちょっと行き過ぎかもしれないけども、でもやっぱり普段から綺麗な街づくりを景観を求めてたらちゃんとみんなの意識も変わるというか、うん、まあ、見てる人いるからね、うん、陰で、なるほど、変わってくるんじゃない、地域も、そうすると、はい、ではインパルスニュースでした。あ、すいません。次はちょっといろいろ質問しますね。みなみさん聞いてるのかな？見つけたみたいよ。うん。ツイキャスは今これ生で見れるから。メッセージですか。あたかぼさんのこんにちはこの番組です。あ、そうですか。はい。あ、たかぼさんありがとうございます。こんにちは。こんにちばん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 は。うん？こんにちばんは。これ見てくれてる人がメッセージをリアルタイムで今送ってくれてます。あんまり俺はあの直接ユーザーの皆さんには聞かないよ、聞かないあれなんだけど。絡めばいいのに。いやいや、絡むあのあれもあるよ。反応とかやっぱ意見もたくさんで面白いですよ。ゴミ拾いいいね。毎日やってるんです。毎朝朝礼後やってるよ。すご。8時半？9時、9時、8時50分から9時5分ぐらいまで。はい、では間もなく CM 開けます。5秒前、3、2。はい、FM 宜野湾からお送りしておりますインパルスレディオ、今週は、有限会社龍翔の代表中村太一さんをゲストにお迎えしております。またよろしくお願いします。はい、お願いします。太一さんとのこの話をすると、今日どうしても呼びたくなったというか、あのこの番組いつもゲストを本当に突然呼ぶんですよでゲストの方にとってはね、あの失礼な呼び方だなと思われる方も多いと思うんですけどね、今日も急にだったもんね。急にの方がいいね変に考えないでね、いいもんね、身構えないからね。でもやっぱりこの番組構築するというか、ちょっとイメージの中で構成の中であったのが、やっぱねどうしても大さん呼びたかったんですよ。というのが自分の中で、あの、うん、経営者とかこの同世代の、ね、年代の中でこういうマインドを持ってるのが周りにいなかったので、俺の中ではもう なんだこの人っていうのがもう最初だったんですよ。同じ年で近所の隣の中学で、まあ、同じ町で育ってはいるんだけれども、どういう考えで思考でこうなるのかなっていうのが、あ、これ別にディスってないからね。まあ伝わらないだろうねリスナーには今。でもまあ、普通の人と考えることがちょっと言葉足らずだけど、はい、あの
すごくなんだろうな正論なんだけど、あのちょっとトゲのある正論も言うけども、ちゃんと相手に何だろう伝わるよう な言葉少なく、なんかスパッとこうなんて言葉が伝わるというか、なんかパワーがある言葉をいつも発言する人だから、別に人見知りとかっていう感覚は自分はなかったんだけれども、なんかね こいつとか言ってしまったけど、初めて会った時になんかこいつちょっと同級生の中でもちょっと違うなっていうのがあって、まあ今はね事業承継もされて、代表として、頑張ってますけどね、やっぱり男の子というか我々のこの世代もだいたい仕事始めて20代後半からみんな転職の話だなんだって話し始めて、会社員からだいたいなんだろう独立して起業するって言って30代になる人とか、ね、多いけど、やっぱね、太一さんはいつもその先を話をしてて、俺は5年後こうだ10年後こうだっていうのをちゃんと、タイムイズマネーじゃないですけど、時間と、逆算して、計画してるんだろうなっていうのが分かるように、でやっぱりこの周りにもやっぱ影響を与えるっていう意味では、ちょっと僕の友達の感覚の中ではちょっとズバ抜けてたので、ぜひこの番組でいろいろとお話ししたいなっていうのがあったんですよ。で今ですよこんな雑な呼び方20分じゃ足らんだな。いや、まあ、ただね、今週の話題のテーマというか、今日のインパルスレディオのですねテーマとしては、まあ、後輩もしくは部下の接し方育て方ということをちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、実際、今朝礼もやって掃除の話もしたんですけども、タシさん、ね、スタッフさん社員さん、まあ、全員と毎日は喋るんですか？実際無理ですよね、人数多いから。社員17名ぐらいいるからね。でそれでシフト制で出勤してきたりして、だから全員が全員毎日いるわけじゃないから、いるわけじゃないし、まあそこまで喋りはしないね、うん、まあちょっと暗そうにしてたらおいっていうかなぐらい。あ、帰るとかで、朝よ顔見てよ、で一応、まあ、僕ら今今年40の世代じゃないですか、で自分よりも年上の人とかもやっぱいるわけじゃないですか。はいはいはい、いますね。その辺はどんなですか、考え方とかイメージは、接し方っていうのは別に考えない、そこは。いやもう先輩社員はもう業務の話ぐらいかな。ああ、まあね。だってこういう、まあ、お仕事の内容をお伝えすると、会社お店何でしたっけ？僕メインは、はい、龍翔は。龍翔はまあ灯油の販売、宅配配達業ですね。灯油湯沸かし器の燃料を各家庭に配達している会社ですね。それとあとはウォーターボトル、お水ね、お水の製造配達まで、そういった業務をしてますね。まあ、いろいろやってるんですけど ね、リフォームだったり、そうさっきねゆいさんに写真撮っ完成後、写真撮ってもらったり、リフォームのちょっと建築写真の方も現場さっきで入らせてもらったんですけど、まあ生活に本当に直結するサービスを賄ってるっていう会社で、うちのテーマが生活に必要なものを売っていくっていう。なんかこの僕がこの今日聞きたかったのが、このやっぱり、組織と会社はまあ別々だけども、その人の上に立つってなかなか難しいなって改めて思うこともあって、ネガティブにね捉えるわけではないんだけども、まあそういうのを普段背中で見せるとかじゃないけど、この普段のこの人の態度とか生活のなんだろうな姿でオーラが出てたりとかって、みんな勝手についてくるとか、いろいろなんかそういう雰囲気あるじゃないですか、やっぱ社長とかリーダーになるとね。だからそういったのをいちいち言葉にして伝えるっていうのはなかなかないんだけれども、ちょっとあえてそこの部分を、大志さんって普段意識してないはずなんだけど、自分自身では僕らから見たら、はい、あの話の内容とかが少し変わったな、ここ最近っていうのがちょっとあったんで、そう思うんですよ。あと僕今部長ですけど、
僕の2期前の実は宜野湾商工会青年部の部長で、はい、当時太一さんが部長の時の僕は筆頭副部長という立場でナンバー2やってもらってましたね。初めてね、もう本当にあの首絞めたくなりましたよね、何回もね。なんなのこの男っていうぐらい。でもやっぱり、見えてるんですよね、先のことが。絶対これが正しいわと思っても、後々結局結果事業終わって何とかして聞いたら、あ、やっぱあの時部長が言ってたこと正しかったな、こうなること見えてたんだって。だから、うん、なんで言葉少ないこの人、もうちょっとなんか言ってくれよと思うんだけど、あの時この考える機会を与えてくれなかったら今の僕なかったかなと思いましたね。あのやっぱりあの何でもかんでもこれやってあれやってっていうのを具体的に教えることも、まあ、あるんですけども、はい、あそこも大切だけどね。結構ね、考えさせるようなことをちゃんときっかけとかをすごく意識してやってたっていうのが今になって分かって、太一さんすげえな、そんな作者だったんだねと思って。でその時から、まあ、間コロナがね、僕らが任期の時、うん、2年目からコロナで、コロナでしたね。急にもう授業も何もかもできなくなったじゃないですか、うん、もうなんかちょっとでも騒いだらすぐ叩かれて、もう自粛自粛で、でそれでちょっとね、僕らとしては不本意な形で任期が2年終わってしまったんですけども、それが明けて今いよいよこのコロナが復活して、いろんな地域貢献の事業が復活してきたり、また会社もね、はい、業態変換されたメンバーもいれば、自分自身の会社もいろいろと新しく変わったこともチャレンジしたことも出てくる中で、また太一さんの言葉とかがあのより深みを増して変わってきてるなっていう意識が多くて、特にそれは僕が一番思ったのが、後輩に対する声の書き方がすごく昔の太一さんとちょっと違ったっていうイメージがあるんです。まあ役職が部長と副部長の時っていうのぐらいしか僕は見てないけども、まあそれにしても多分人間的にも何かちょっと重荷が降りたからじゃないかな、普通になったっていうか。そうかな。でもあれよ、まあ、立ち回りは考えるよね、そこは、うん、やっぱ一回経験した身としては、あの役は降りたら経験者として、うんうんうん、部員に、何も分からない部員にやっぱり教えていく立ち位置ではあるから、うん、そうね、部長副部長が言えないことは、まあ、経験者としては言えるから。あ、視野がちょっとやっぱ俯瞰で もっと 広く見えてるとか、そういうのもあるのかな。僕らが見えてない部分とかをもういつもフォローしてくれてるのも分かるんだけれども、あ、ここまで見てるんだとか、ここも気づいてるんだとかっていうのも言葉の節々から僕は感じるので、そういう視線って前もあったと思って、逆に変わったのかな、何か考え方がと思ったりもしたんだけど。いや特に何も変わってなくて、やっぱり部長副部長の時は青年部を運営するためにあのこうしないといけないっていう責任感がやっぱあってはいはい、はい、そういうなんか動きはするし、で、まあ、普通に役降りたら、まあ、青年部みんなが仲良くなるためにとか、うんうんうん、良さを知ってほしいから、やっぱり、うんうんうん、後ろから支えるじゃないけど、はいはいはい、まあ、そんな感じの、この番組でもみんなが良くなればいいかなっていう考えの一つじゃないかな、行動は。あ、なるほど、ね、必然的にそういう行動になるんじゃないかなと。優しさがね、じゃあ自分の僕の考え方もちょっと捉え方も変わったのかもしれないね。前々からそういうことで言ってたのかもしれないけど、自分自身があの部長になってこの大さんの言葉をある意味違う角度から見れたのかもしれないね、うん、でもこの番組でも結構なんだろう、人付き合いの話だったりあの関係性とかっていうので、いろいろとゲストの方いろいろ来てくれた時に喋ってもらったけども、はい、最近ほら今あれですか、龍翔さんで一番若い子って何歳ぐらいですか。うーん、20代の子はいます。24かな、うん、けどまあ業務としてはね一緒だからあれだけど、やっぱちょっと違う、なんか世代が違うとあれかなっていうのもあります。それとも逆に、いや別にそんなの気にしないって感じですか。いや普通に喋って向こうから喋ってきてくれる。変にね意識しすぎることもあれなんだけど、はい、やっぱりあの自分なんかのこの組織もほら
預かってるって言ったらちょっと おこがましいけども、せっかくねこう参加してくれてる部員に対していいものを持ち帰ってもらいたいし、いい影響をもらって帰ってもらいたいじゃないですか、うん、でもあのその時にね、なんだつまんねえ先輩しかいないなって思われたくもないし、でも彼らにもいろいろとこんなことあるよっていうのをちゃんと伝えたいこともいっぱいあるけれども、うん、変にこっちがなんだろう今の若い子だっていう風にフィルターを張っちゃうと多分敏感に結構反応してくれる人も いたりするので、そういうのはちょっとあのこっちがあまり構えすぎなくてもいいのかなと思ったりもしたし、でもこの自分からなんだろう社長に積極的に話しかけてくれるっていうのはいい空気なんですね。ありがたいことにね。飯も食う時間とか一緒にあるの、うん、でもみんな現場バラバラだからね、配送でね、みんな出てるから配送で出てるからそんなにはないけどね。でもなんか喋れるのっていいっすね。絶対なんでタシさんあれ別にトークはあれついていく話題とかは全然平気、ついていく流行り、うん、流行りとか、いや特にそん長く話するっていうか、まあまあキングスの試合も生かしたりするから、あ、まあ、それそんな話したりとか最高だね。まあ共通の話題にはなるよね。いいね、確かに決勝どうだったねとか、うんうんうん、もういいですね。なんかタイさんのこの経営者は孤独とかっていうワードとか、あとなんだろうな、戦うとかっていうようなこの表現の仕方っていうか、はい、言葉は僕の中でこの受け入れはこの太一さんからなんですよ。初めて30代になってまずこの商工会っていう組織に入っていろいろ学んだ時にというかいろんな人と知り合ったけども、その中でもこの同級生の中で初めてこの中村太一っていう人からそういったワードを投げかけられた時に、はぁ何それ知らないけどって思ったりもすることが多くて、やっぱその中でも今でも強烈に残ってるのがその2つとかだったりするから、その時からね彼は多分いろいろと戦ってたんだろうなとか思って、自分としては前もちょこっとなんか話したこともあるかもしれないけども、まずやってみようとかやるとかっていうのもそうなんだけど、結構考え込んだりするタイプではあるんですけども、そうですね。大地さんはやっぱどっちかって言ったらあれ即行動みたいな感じ、やりながら構築していくみたいな感じかな。あ、ちょっとなんか前と表現変わってるわ。やっぱなんか大人になってるよ。ラジオだからね。いやでも あれだね、とにかく動け今しかないだろうみたいなノリで、すげえな、もうチャンスと思ったらすぐ攻めるんだって思ったりもしたけど、やっぱちゃんと行動しながらもちゃんと考えてっていう、そうだね、まあ、悪い言い方したら行き当たりばったりだけどね。いや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 、でもまあそうっすよね普通ね、まあ、あのねもうセンスとかそういったものじゃなくてね、もう人の何十倍もね何百倍も努力というかね相当頑張ってますよ、あの世の経営者の皆さん本当に。別にね、なんだろう給料がどうのこうのとか、労働時間がどうのこうのとかってよくそういったのニュースばっかり取り上げられるけど、絶対にね人より一倍努力して頑張って、でもそれも普段からこの感謝してるってやっぱ気持ちとかマインドがあるからこそそういったのができるのかなと思いますね、うん、もちろん金儲け人よりも儲けたいっていう心がもう最初はきっかけだったかもしれないけど、今自分があるためにはこの人たちみんな仲間社員のメンバーが一生懸命頑張ってくれてるから今のこの会社があるんだっていうこの感謝っていうのを、これも太一さんから最初教わって、マジこんなこと考えてんのこの同級生の人っていうのもあって、そういうのって どの場面どのタイミングで、あ俺今会社に社員のみんなに感謝しないとなとかって思う時ってきっかけとかってあったりするんですか。普段からやっぱり、ね、強く接してないとそういった場面で見れたりしないのかなと思うんだけど、なんて言えばいいかな、まあ一応結構オフ JT 結構社外研修に人材育成生かしてて、うん、一緒に行ったりするんだけど、うん、やっぱそこで一緒に学んで、うん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 、同じものを学ぶもんだから、はいはい、それを人材育成続けてくると会議の中で発言が
朝礼とか会議の中の発言が変わってきたりとか、あ、ね、前向きになってるとかさ、はい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 、そんな感じ。あ、そういう、でも そういうのってそっか、このリーダーとしても確認できる場でもあるから。そうそうそう、なるほどね。そういったのが如実に現れてくるとやっぱそれは嬉しいですよね。嬉しい。あ、やっぱ会社のことを自分事として考えてもらってるなっていうのがやっぱ確認できるからありがたいなと思う。なるほどね。けどこのそこまでに行くのには相当な多分本人の説得もあるだろうし。まあそうだね、理解させないと。もう10年ぐらいかかってんじゃない。あ、そこまで行くにも。うん、そうだね、ゆっくりゆっくり。やっぱり、いや、やっぱり今はこの離職率とか、なんだろう、そういったのがよく問題で取り出さされるけど、ずっとこの働いてくれてるってもう感謝しかないじゃないですか。うん、そうだね。でもそういったのって続けるためにもこの太一さんが普段からそういうふうに思いを込めて行ってる事業が、まあ、みんなに伝わってるからっていうこともあるんでしょうね。だからそうやって書いてとは言わないけど、まあリーダーには伝わってるだろうね。うん、ああ、の会社の中での組織 の部長だったりとか、うんね、主任だったりには、うんうん。いや、すごいな。なんかちゃんとこのやっぱりね、家業から企業へってよく言われるんですよ。僕は。うん、僕はしょっちゅう言われてて、早く家業から企業に知れって言ってた。うん、何を言ってんだよこの人はと思ったんだけど、いやもうまさにそれで。いや、まあ、家業が悪いわけじゃないんだけれども、なんていうのかな、そのビジネス業態でその運営してたり、なんかこの仕事って、儲かることだけっていうかはだけではないんだけれども、はい、そう自分たちがやってることとかっていうのはやっぱプライドを持ってみんなねお仕事やられてる方も多いと思うんですけど、はい、そこでもその自分たちがやってることをちゃんとみんなに地域に社会に落とし込むために、落とし込むというか見せるためにはこんなだよなっていうのをやっぱりもっともっと業務拡大というか幅広くやらないといけないし、でどうしてもそのなんかサービスが低下したりね、自分自身でやってると、で僕の場合頭でっかちで、うん、もうこれは俺しかできないとかってなっちゃう、なんですかね、視野が狭くなったりして、特に技術職とかそういったなんだろう、クリエイティブな人たちってやっぱそういう風な考えに陥っちゃうんですよね、はい、でもそうじゃなくてみんなで共有して、みんなでこういういいものを出していくって、それで、社会がより明るくなっていくっていうのはいいことだよっていうのがね、実に体現されてるいい会社だなっていうのは僕は思ってて、だから太一さん本当に同い年かなっていうね育ってきた年齢、ちょっとなんかタイムマシン乗ってきたのかなこの人ぐらいの見てるのが普段からなんかちょっと違ったんですよね。あ、高保さんより社会性のある公共性を謳った方向ですかね。どういうことだろう、どういうことだろうあ、でもいろいろとメッセージいっぱいくれてますね。ありがとうございます。高保さん、先ほどのゴミの話も来てますね、うん、道路の植栽に捨てる人もいますし、ビーチにも。ほんとほんと、あ、会社を大きくするとは、会社を大きくするとはって、あ、これ僕が言ったことかな、はい、なんだろうな、結果としてっていう意味ではあるんだけれどもね、家業から企業へってところですね。そうそうそう、あ、なるほどね。あ、そこか。うんうん、まあ、あれじゃない、僕が思ってるのはやっぱり出会う、初めましてって必ず誰かと出会うわけよ、うんうんうん、で出会った時に、うん、まあ、少なからず僕はいい影響か悪い影響かどっちかしか、まあ、影響も何も感じない人もいるはずだけど、どっちか与えるだろうなと思ってて、できる限り僕はいい影響を与える人間になりたいよねって、うん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 、でそうするとやっぱりいっぱいなんかいい影響をさしたいじゃん、うんうんうん、そしたりたくさんの人にね、そう、そしたら力が必要になってくるわけよね、うん、発信する人側がね、そうそう、自分の経験則、ね、でそのいい影響を与えた人がさらにまたいい影響を発揮していったら、そうそう、社会がいい方向になるよねっていうのの志ってことよね。
大きくするとは、高橋さんありがとうございます。大きくするとは責任も発生するし、多くの方に知ってもらえるということもありますし、うん、はい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 、そうまさにね、うん、だから別に何だろう、個人事業主とかね、家業とかをばかりしてるとかそういうことでもなくてね、僕らが何だろう、会社のいろいろ企業理念とかそういったのは経営方針いろいろあるんだけれども、その中でも僕が言ってた言葉に対して、その太一さんが、いやもっといいことをやってるんだから、そういうその人間的なマインドももっともっと世のために頑張ろうよっていう意味でね、家業から企業にもっともったいないから頑張ろうよっていう言ってくれたってことなんだけど、ゆういちさんのこの思いがまた部下に伝わって、うん、成長していったらさ、そうそう、あ、なるほどね、その会社っていうのはそうだね、もうめっちゃいい企業、いい強い企業になるじゃん、うん、うん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 、一人一人がそういう意識を持てばね、そうね、まあたくさんの人がいて、不特定多数の人にこの発信したりとか影響力を与えるっていうのはね、もう並大抵のことではないんだけれども、うん、でも普段ね、この仕事として自分でやってることだったりとか、この存在する会社のこととかのこともあるので、そういったのを考えつつね、今後の多分なんだろうな、地域のこの企業っていうか会社の経営っていうのはやっぱり人材育成っていうのが一番、今からはそうじゃないか ね、人間力って改めて見直されて見返されてるけども、そういった意味も含めて僕なんか普段から勉強させてもらってるって感じかな、うん、でもそういう太一さんもですね、急に話は変わりますけども、奥様が歌うまくてですね、はい、カラオケめっちゃうまいんですよ。で洋楽とかも歌うんですけど、はい、逆にその曲を今日ちょっとリクエストでかけたいなと思って、いいですか？はい、ぜひ聴いてると思うんで、あ、本当に、ではよろしいですか、はい、サラ・ブライトマンで何でしたっけ、タイムセイグッバイ、はい、お願いします。今回ってやばいよ、 99.88 やばいね、これで、これで生物祭典で腐ったよね、あれね、シカルさんの時は、あー、えぐ、小学生の時にめちゃくちゃ練習したほしい、うん、どっちのパートも一人で歌えるよ、あ、男もあ、すごいすごいすごい、いいね、高本さんは、あれ、どの方でしたっけ、土曜日に、サッカーの番組をして、サッカーの方、はい、審判されてて、はい、じゃあもう高本さん聞いてくれてるから、次はまたサラエルバラエティマンで、あれを行こう、あー、そうだそうだ、高本さん、ネットでやってくれるから、高本さん、ありがとうございます。こっちはあれか、ずっと見られてるのか、はい、けど、今もしかツイキャスだから音楽聞こえてないのか、音楽は聞こえてないですよ、よろしくお願いします、そう、サッカーの、そう、そう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 、そっか、音楽聞こえてないんだね、はい、ちょっと、時間オーバーしちゃったけど、もうちょい、ね、もうちょい、もうちょい、うん、キングスが始まったからさ、ちょうどいいあれがあって、ベイスターズも調子いいし、めちゃくちゃ交流戦調子いいし、今はいいね、今はね、順位結構また上がったんですよ、今週ずっと負けなしだと思う、しかも逆転、逆転勝利とか、うん、で点数がえぐい、マシンガン打線再びって感じ、これ何語？英語じゃないね、イタリア語？イタリア語じゃない、イタリア語だと思います、サラブライトマンダメ編の人、
歌ってるやつ。ラジオ聞いてる。うん、ラジオの方聞いてる。ツイキャスはもうずっと喋りが入ってきて、はい、なるほどしますあと何分ぐらいですか。もうあと1分もないので、そのまま CM 行きます。はい。あ、イギリスのイタリア語から英語って。すごい。これ99点出せるってすごい人だ。すごい人。大差だったの。あの。歌うかや。一人で、なんだアンドレア・ボッチェリさん。こっちは諦めたんですけど、一応あのアラジンと魔法のランプのアホーニューワールドと、アクアのバービーガールは一人で歌える。おお、すごい。声めっちゃ高い。うん。マジで今度イベントやるとき、みなみさん飲んでたらデージ面白いです。うん、DJ も何でもやるから、もともと歌歌ってたもんね、奥さんと。そうなんですね。すごい。はい、バービー。はい、キャーンっていうのを一人言ってた。なんか、ラスボン聞こえてます。ちょっとヘッドホンから音が漏れてるので、本当に微妙にだけ入ってると思うんですけど。あ、俺、こっち、この人から。確かに聞こえてます。はい。昔は聞いて想像するのがラジオでしたね。今は見て聞いて参加するようになりました。そう、そうそうそう、このラジオってね、音声だけじゃなくて、あの俺も昔結構あの学生時代は内地で写真学校行ってる時は夜暗室しながらオンボロ上がってたから、日中だったら絶対光が入るわけだから、夜中に徹夜してもうカーテン閉めてやってる間寂しいから、ね、ラジオ聴きながらオールナイトニッポンとかあと TBS ラジオとか、それで伊集院光るところが怖い話が来たので、それでちょっとビビりすぎてもう寝るとかね懐かしいな。でも今はこうやってね、映像を見ながら MC の方とかリスナーの方とダイレクトに直でつながるから、なんかあれじゃない、はがき職人とかじゃなくて今なんかコメント職人みたいな感じで言ってる。そうですね、メール職人とか。ああ、なるほどね。はい、だから映像配信もしてるので、いろんなチャレンジができるのが楽しいですね。ああ、確かに。最近はあの HDMI のワイヤレスのケーブル買ったんで、おそれをちょっと使って手持ちでやったりとかやってやってほしい。どう、あれ使える？結構いけましたね。ちょっとだけディレイあるんですけど。うんうん、では、BGM からいきます。はい、FM 宜野湾からお送りしておりますインパルスレディオ、今週は有限会社龍翔の、代表中村大志さんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。CM 前におかけした曲はタイムトゥーセイグッバイ、もう有名、超有名な曲ですね。サラ・ブライトマンと、なんだこのおっさん、おっさんって言ったら怒られるな、アンドレア・ボッチェリさん。これこの方はもともとイタリアで有名なソプラノ歌手と、あ、ボッチリさんは違うのか、まあ、オペラの有名な方 でサラ・ブライトマンがソプラノ歌手で、あれなんだ、申し出てデュエットを、リリースしたと。いや、この曲ね、あの大志さんの奥さんがカラオケで99点、やばいねこれをカラオケで歌うって、けどなんか歌いそうだね。なんかね、初めて奥様と一緒にね、あの一緒ご一緒させてもらった時に、はい、歌うまいんだぜって言って、へーって言って、洋楽歌う人とか結構ね今まで見てきたけど、はい、ガチもんやんみたいなガチじゃんみたいなっていう感じのクオリティだったから、で普通になんか急に車でこの曲かかったから、えサラ・ブライトマン聴く人だったのって、いやなんかうちの奥さんがこれ歌うんだよねみたいな感じ、
やべえなと思って、今度はなんかイベントあったらね、うん、まあ出るかな多分後で怒られると思うけど、やばいやばいすいません、いらんこと言うなって、ね、すいません。いやでもサラ・ブライトマンといえばですよ、まあ僕らからするとヤベッジ FC っていうあの伝説のサッカー番組がありましたけど、うん、テレビ朝日のサッカー中継の曲で有名なクエスチョン・オブ・オーナーっていうのを、まあ後でねちょっと書きたいと思うんですけど、なぜ今このサラ・ブライトマンから日本代表となったかっていうと、まあいろいろ最近あってつい先日も日本代表戦がありましたよね、はい、で今ネットで話題になってるんですよ、広島のこのスタジアムが。うーん、今回アジアのワールドカップの二次予選ですかね、二次予選ですね、はい、で、まあ、もちろんシリアにね日本は5対0で勝ったんですけども、うん、この競技場が陸上競技とかじゃなくてもサッカー専用スタジアムですよね、あれね。そうなんですね、らしいんですよ。めちゃくちゃ上等、エディオンさん の名前が、エディオンって広島が本社でしょ、家電の。そうなんだ、確か。でサンフレッチェ広島とかも全部あるじゃない、オーナーさん、エディオンさんでね、オーナーっていうかメインスポンサーかな。だからまあそのなんだろう、僕なんかこの前もベイスターズの応援でハマスタに行って、このスポーツがね地域の人と一体化させて地域振興だったりとかいろいろとこうみんなに夢を与えるプロスポーツってすごいなっていうのを改めてまじまじと感じましたけど、タイさんさっきちょろっと話したけどキングス大ファンじゃないですか。まあ大ファンっていうところでもないけどまあ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 、でもしょっちゅう行くじゃん、交流のためにね。いやでもね惜しかったよねキングスもね。うん、そうね。でやっぱり今全国各地の B リーグの B1 っていうのかな、一部リーグのチームの B1、うん、専用スタジアムが建設ラッシュと、建設ラッシュだね今ね。長崎と千葉ジェッツも作ってるんでしょ、作ってるみたいよ。長崎も今作ってる。長崎はあれ、うん、通販の、そうそうそう、ジャパネット、ジャパネットさんの、ジャパネットさんのすごいね、がメインスポンサーの、はい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 。このやっぱご当地でね、今この会社ここの地域熱いんだっていうのが分かるから、はい、だいたいそういったとこがねスポーツ球団のスポンサーになるけども、だから沖縄アリーナみたいなアリーナが多分日本全国に増えるんだろうね。増えるんだろうね。東京もでしょ、ね、アルバルクはもう代々木第一なのかな、どうだろう、なんか新しく作るって なってなかったかな。でも今ああいうのが入ると今度観客が入るのかどうかだけど、まあ、スポーツが盛んになってなんていうの、チームがやっぱ強くなったらお客さんも増えるじゃないですか、うんうん、とかキングスあんなにまで受け入れられるって、まあ、元々バスケ熱も強いからなのかもしれないけど、沖縄は人口が多いっていうね、バスケ人口 ね、やっぱねサッカー一時期日本代表ね、ガナハさんってあれね、宜南高校出身の いたね、はい、僕らの三つ上じゃないですか、三つ上か、はい、先輩じゃないですか。だからね日本代表って、まあ、赤嶺さんもいたけど、赤嶺選手だったね確か FC 東京から。あ、そうなんですか、あれ違った、まあまあいたと思うんだけど、なんかね沖縄ってあれよね、サッカーってなかなか出ないね、な野球が多いね。でも野球もプロ野球 NPB はすごすぎて、うん、ちょっともう沖縄の多分そのあれでは難しいかもしれないけども、そうです、うん、FC 東京にいました。高本さんありがとうございます。あ、高本さんありがとうございます。大阪も広島もいいスタジアムですね。そうそうなんですよ。で吹田サッカースタジアムは行ったことありますよ。うん、けど使用人数は少ないですね。そうなんだ。でもやっぱりああいう工業って今キングスでも8000人、9000人近く、8500ぐらいまでなんか見たような気がするな。けど平均っていうか、まあ、大体週末のゲームでそれぐらい入るんですよね。8000人ぐらい見るもんね。8000人入ってんじゃない、7000ぐらいは。上はちょっとガラガラしてるけどね。けど8000人ってに沖縄のそういう工業で、はい、8000人が集まるイベントとか事業ってなかなかだと思うんだよね。そうですね、すごいよね。で今なんだろう、コンベンションセンターって、沖縄コンベンションセンターって宜野湾市にもありますけど、
劇場との、収容人数が最大なんだっけ、劇場じゃないや展示棟か1万人ぐらいだったかな、はい、で今昔から言われてたのが 2days で沖縄でここをライブ埋められるのがサザンとビーズだけだって言われてたもんね、ちょっと前までは、でも確かにサザンとビーズは土日 2days で 超満なんだよ。だからそれよりも今は多分そのネットとかそういったマーケティング上駆使すればもう1万人規模のイベントなんて多分打てるんだろうけど、それをできるその観光施設というかそういったのもないんだろうなっていう。沖縄で実際こういったのってやっぱ必要だと思います。沖縄アリーナはね成功してるからだけど、ここからどんどんでも2つも3つもいらないだろうみたいな感じ。うん、まあそうじゃない、あと1個あってもいいと思うけどね、うん、あこの収容型のそれとも野外劇場みたいな、うん、収容型、収容型なのは、まあ、日光が苦手だからね色黒いのにあちょっと失礼な言い方があったあ高本さんありがとうございます。新国立競技場も10万人規模のはずが8万から6万からどんどん下がってきましたよ。あーそうなんだよ。だけど最近の直近のやつで見たら大体5、6万前後は入ってるんですよね、国立競技場も。でもすごいよね、日本代表戦でもやっぱ今でもチケットあんだけ売れるしすごいんだよ。タピック喧騒も陸上競技場スタイルからサッカー専用にしてほしいですね。高本さんよく言ってくれましたよ。そうですよ、引っ越すとかそう、今沖縄では J リーグチームがあるじゃないですか、うん、FC 琉球、 FC 琉球、はい、だからね FC 琉球は昔は宜野湾市でねいろいろとやってたけど今沖縄市に完全に移籍して、で、メイン競技場が一応ねタピック喧騒もそうなんだけど、そうそうそう、高橋さんメッセージありがとうございますね。大根山公園に新建設する噂もありますよねって、これね本当は実際那覇市が本気でいろいろやってくれたらいいんだけども、実際収容人数とキャパと箱物作ってもずっと使ってくれるっていう保証がないとっていうのもあったし、でもやっぱり FC 琉球が頑張ってくれたらやっぱお客さんも増えるだろうね。増えそうだよね。けど J2 ってすごいと思ったんだけど、 J1 ってなったらもうとんでもないことだね。とんでもないことだね。とんでもないよね。 J1 のチームなんてすごいよ。でしかも昨日たまたま天皇杯の2回戦で三笘選手出身の筑波大学対はい、今 J1 を圧巻してる町田、わかります？ J2 で優勝して今期から J1 に来たチームがあるんですけど、町田ゼルビアね、はい、町田ゼルビアでした、何でしたゼルビアだったと思います。ゼルビアか、その辺は多分首位なんですよ、高保さんが今首位なんですよ。へえ。で昨日 PK で筑波大学勝ったわけ、すごいね。ちゃんとキリングした、まあ削ってちょっとね、なんか見てたわ、町田ゼルビアだって。あ、もちろん町田ゼルビアすごいのよ。だからそういうのってすげえなと思うんだけど、町田ゼルビアも今 J2 から頑張って J1 に入ってきてこんな流れになってるけど、そういうチームが増えてきたら、まあ、沖縄も活性化するんだろうなと、まあ、そういう意味も込めてですね、時間があまりないので最後にちょっと前半ちょっとだけかけたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、はい、ではサラ・ブライトマンでクエスチョンボーナー。そのまあ途中から BGM にして話して、はい、でもアイニングです。高保さんすごいですね。すごいですね。町田ゼルビアの練習試合で審判間違いない、すごいね。え、審判の資格を持ってます。高保さんは市の審判の資格ってあれなんだね、多分 JFA の多分上のライセンスってことですね。結構上のライセンス持ってる。すごい、すごい二級資格なんだ。すごっ。あ、町田対筑波大の試合ましたよ。いや、あつ激アツだったんですよ。沖縄であれかな。あ、沖縄来るの？沖縄に来月帰ってきます。沖縄来るの？はい。わお。どこ？今、高本さん、県外にいらっしゃってて、いつもラジオは多分ネットで
やってる出演するんだけど、うん、そう、筑波大のゴールキーパー学生さんが髪がかってたすごかった、うん、でも長蛇の日、あの時間帯豪雨でめっちゃ気分良かったじゃないですか。あれで BS で放送したから一瞬パッて消えて、あ、はいはいはい、復活したと思ったら PK が何かあったってそういう感じ。枚数できると思うんですよ、長引くと若い学生で良いですよ。そうなんだ。まあそうか、体力はあるからね。まあでも、うん、いやでも J4 周年してるんで、まあレギュラーシーズンのこともあるし、死んでもいいと思ってやるかもしれないしね、学生はね。あ、言い方あれだけど、でもなんか昨日見てたけど、怪我人続出したけど、なんかその悪質なプレーで出なかったんだよな。実際あれ枚数まで作るって話もあったじゃん。イニシャルでしょ、あれは頓挫したさ、事実上頓挫だよね、うん、だから沖縄アリーナはまああれだけど、コンベンションはあくまでも県のものだけど、まあ一応気の味になるってことでね、人の入りとかは変わってくると思うけど、建て替えたほうがまだ早いよねと思うけどね。あ、建て替えるって同じ場所でね、うん、ではマイクあげますね。はい、はい、おかけしているのは、サラ・ブライトマンでクエスチョン・オブ・オナーとね、あの某テレビ局、テレビ朝日ですけどのサッカー中継のおなじみの曲ですけど、ちょっとねスポーツの話もよくこの番組でしてて、でそのやっぱ観光業とか地域の町おこしとかっていうので、このやっぱ青年部に入ってそういったのを携わる機会多いじゃないですか。でそういった時にね、やっぱプロスポーツでこうやって感動を与えるって大事だな、すごいなっていうのもあったし、大地さんにね初めて誘われてキングスの試合見に行ってすげーって思ったんで。すごいよね、あっちはね、今ねアリーナはね、だって本当にいろんな世代いるじゃないですか。うん、 この世代って言い方してたけど、本当に手叩いて、あの沖縄のなんだろう、あの島中が一体となるあの甲子園の応援を見てるかのような、ああそうだね、あの感覚だから、すごい一つになるって素晴らしいことだなと思って、うん、でもそれをやっぱ表現できたり、あたなんだろう、みんなに伝えてくれるこの選手のプロフェッショナルな姿勢って大事だなと思って。さあということで、もうそろそろエンディングですね。はい、今日は大地さんありがとうございました。 ありがとうございました。大地さんはまあ、今後は どうですか、あの会社もっともっと。ああまあまあ、そうそうね。もうなんか次目標が何かありますか。あるよ、5年、ん、言える範囲で大丈夫なんで。今40、3年後6年で40歳。まあ5年後の目標としては、まあ、売上高ベースでは、ああ、今よりちょっともっともっと、まあ、2倍の売上高を目指そうっつって、あ、もう社員チェックになって、今からね、そのぐらいやらんとやっぱり年収、社員の年収400万500万っていうのは多分難しいなっていうのが。なるほどね、うん、そっか、そう、みんな社員の皆さん頑張ってるけど、社員の皆さんがちゃんと幸せになるもらえるためにも給料を上げたいから、そうそう、そういうことね。そう、理念に物心両面を豊かにするって理念が入ってるから、物と心、ね、そうそう、うん、やっぱ給与も年収も上げていかんといけないし、はい、そういったなんだろう、キングス行ってもらって、うん、一番の、僕は一番のエンターテインメントだと思ってて、うん、今は沖縄ね、キングスが、うんうん、そういったのを見て感性を、なるほどね、高めていくっていうような、はいはいはい、そういったのもね必要だと思うし、あ、はい、ありがとうございました。今日はですね、大地さんからいろいろなことを学びで聞けましたので、また次回もよろしくお願いいたします。次もあるの、はいではまた来週お聞きください。ありがとうございました。ありがとうございました。